はい、皆さんこんにちは。ゴーストトリック続きからやっていきたいなと思います。ということでね、今回は第8章 PM10時55分、こっからだね。はい、D99 号を救出するため、私は刑務所を訪れた。刑務所、そこはいつもある種異様な空気に支配されている。しかし今回は何かが違った。まあ、浄土刑事がね、どうなったんだって話なんだけど。処刑、記憶を失った私にその具体的なイメージはない。しかし、そこにまとわりつく不吉な匂いを私は感じていた。その匂いが今、強まっている。どうやら一歩遅かったかもしれない。もう執行されたの、処刑これを今から4分前に戻って助けるみたいな感じか。今回壮大になってきたな。それでどうなのですか、地下発電装置の方は。停電したのか壮大に停電してるやん。今やってるみたいっすよ。時間がかかるみたいっすね。あの部屋の内線電話もまだ復旧してないっすからね。はあ、ああ、今にも荒くれどもが押し寄せてこないか。荒くれどもなんていないっしょ、ここには。それに一番凶悪なのはもうどこにもいないっすから。それは言わない約束じゃないですか。なんでもいいけど、その妙な動き やめてもらえないっすか。目障りっすから、そのうち殴りますよ俺。これは我が家に伝わる、それはありがたい踊りなのですよ。どうしていいのかわからないとき、これを踊れ、舞うべしと、どういう言い伝えだよ、という、てんてこ舞、てんてこの舞というのですか？誰だ？こちら、特殊処置区画、処刑室だ。やっと内線が通じた。地下発電装置が復旧するまで、こっちは真っ暗だけどな、全く姿も見えんな。それでどうだ、そっちは。さっきから本部から電話が鳴りっぱなしっすよ。やれやれ、この刑務所の存在を外に漏らすわけにはいかない。なんとか食い止めるんだ。先輩は踊っているか踊ってるな。ますます絶好調っす。ビデオで撮っておいてくれ。片付いたらみんなで見よう。地下発電装置が復旧したら防犯カメラで録画しておきますよ。うん、ということで、なんか、何すんのこれ。電話であいつを知りたいけどな。これでも移動できるところがないから。はい、こいつの会話聞いてみるか。ねえ、まだですか復旧は。本館そろそろ限界です。じゃあやめたら一緒。誰も止めないし、求めてないし。じゃあ君、代わりに踊ってくれますか。なんで俺がなんで踊りたいんだよ、そんなにな。誰かがやらねばならない。それが本館ならば。すげえな、お前のそのキレが。この命、尽き果てるまで。すげえ。めっちゃ軽やかに踊ってるわ。そんなことはどうでもいい。見た目と裏腹に状況は深刻のようだ。先輩氏のダンスはやや気になるが、さっきの電話はさらに気になるところだ。な、誰からかかってきたんだろうな。確か処刑室と言っていたな。内線の番号は手に入れた。行ってみるか。ということで処刑室行くか。内線。これか。特殊処置区画。はい、やってまいりましたよと。なんかやってんな。それにしてもこいつはひどいな。いかにもお化けが出そうってムードだな。やめろ、不謹慎だ。死者がいるんだぞ。そうだし、不謹慎だ。私がいるの。まあ、こいつも死者だよな。しかし、まさかこんなことになるとはな。もう少しで発電装置が復旧する。それまで我慢するしかないな。ああ。発電装置か。そいつを復旧すれば闇を払うことができる。どうやらその必要があるようだな。はあ。どうやら死者の世界に闇は存在しないようだ。光がなくともこれなら状況を見ることができる。強いよな。こいつをうまく使って発電装置を探そう。これは何、これこれレバー何、これ何このレバー。どうやら私は今何かのレバーを操作したようだが、何も起こらなかったようだ。暗くてはっきりしないが、ああ今は意味ないのか。電源装置あるじゃん。これじゃね。あ、
こいつは何かのパネルだ。操作できるようだが、今のところ何も反応がない。暗くてはっきりしないが、やはり発電装置の復旧が先。これ発電装置がないのか。参ったな、スパナが見当たらないぜ。あれがないと発電装置の最後のネジが締められない。スパナか。クソ、猫の目も借りたいってやつだぜ。死者の目ならば貸せるかもしれないな。あ、てかそこにスパナ落ちてるやん。これ調べる。こいつは見たことがある。確か回して使う道具だ。壁に立てかけてある。倒せば気づくだろうが、残念ながら重くて動かすことができない。まあどうにかして動かしたいねこれ。電灯つけれる。これつけれないよ。ああ、どうすんだこれ。こっち行くか。いや、これも移動できんぞ。なんか BGM とか入手したけど、ちょっと待って。なぜ入手したのかよくわからんけど、何かで入手したんだろうな。あ、こっち行けんのか。で、発電装置、こいつか。ただ、こっち、ここにもあるな。何これ。スプーン。あの、ウィンナーくんじゃないこれ。大男くんはこんなところでお昼寝のようだ。どうやら私ごときの力では起こすのは無理だろう。安らかに眠れ。私が言うとシャレにならないな。まあなんかこいつは鍛えてるけど、まあほっとこうと。まあこの発電装置をスパナがないとダメだと言っているわけで。どうすんのこれ。こっちか。雫落としてみるか、バケツに。関係あんのこれ。あ、そっか、これで俺がここに落ちてきたのか。開く、ツールボックス、ほら。よし、あー、これでスパナ気づくやろ。よし、それを取るんだ。おお、あったあった。あ、よし、できた。お、ナイス。すげえ、めっちゃ動き出したやん。お、着いた。はあ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 。ちゃんと檻が。どうすんだろう。でこれで、よし、これで光は戻った。しかし、ここで何があったか、それはまだ闇の中だ。そうだな、とにかく情報を集めれてみるでしょ。いや、でも嫌な予感がするな。ということで、これ移動のタイミングむずいな、これ。ほっ、これでこういって。で、こっちに行きたいよな。これ、このレバーをもう一回押してみようか。これで電気がついたし。何も意味ねえ。ああ、今回の処刑、本当に正しかったのかな。何を言い出すんだ。確かにこの国には処刑の制度があるぜ。でも何年ぶりだ、ここに処刑台を設置したの。さあな、しばらく埃をかぶっていたからな。それで椅子の配線が傷んでいたんだろうよ、きっと。それはな、俺はな、天罰だと思うぜ、こいつはな。バカを言うな。処刑の執行は本人も望んでいたんだ。横で。あ、これはまだ処刑された後なの。ああ、もう間に合わなかったんだね。ジョード刑事、間に合わなかったか。それで、彼の亡骸はいつ？もうすぐこの共同墓地から車が着く頃だ。亡骸を引き渡して霊安室を片付けたらおしまいだ。ああ、わかった。はあ、もうお亡くなりになられた後ですね。ただこれはなんでこれうまく作動しなかったんかな。ぶっ壊れてるのは。ジョード刑事氏はすでに処刑の後か。やはり悪い予感は的中したようだ。まあ私にとって大した問題ではないが、亡骸が霊安室から運び出されるとまずい。その前に助け出そう、死者の力で。この椅子怖いよな。やりたくないよ、修理なんか。いつまたドカーンと行くかはと思うと、ドカーンと行かなくてもビリッと来るとかな。やめてくれ。ま、どんなものでも事故は起こるからな。ほら、さっさと取り掛かれよ、椅子の修理。事故で処刑されちまったら化けて出てやるからな。俺を見つめて言うな。どうやらかなり危険な椅子らしいな。ビリッと来る椅子、何かに使えないだろうか。はあ、これはまたこれ意味ある。これ、こいつは何かのパレードだ。操作できるようだから、とにかくいじってみて。そうそう、いじれ。あ、動いた。ビリッとくるんじゃない。何かのランプが点灯した。よくわからないが、これで何か状況が変わったかもしれない。で、これでこのレバー引くのよ。
そうすればビリビリってきて、あいつらがほらうわビリッときたぜ。いいね、なるほどね。このタイミングでオッケーオッケーオッケー、わかったわかった。あいつをまずビリッとして移動しよう。あっちこいつをこっちに寄ってきて、おい来た、このタイミングで移動、しびれちまうぜ。だろ、ほんでうまく移動できたから、あーどうすんだこれ。いやただこれ移動できんぞ、バケツ。もうん、もうちょっと、いやあれこうか、揺らすオッケー、脅しやがって、脅かしやがってから、あれでこれでああ揺らしてみようか、こっち行ける、あ行けた行けた。この電話もやはり刑務所の外には繋がっていないようだ。内線電話か。この電話線を使って移動できるのは建物の中にすでに取り付いたことのある電話。うん、あーんでまあちょっと調べようぞ。花瓶、はい。おいあんた聞こえるか、どこだいここは。ここは死者の世界だ、ジョード刑事。ジョード刑事、なんだそれ、俺のことかい。やれやれ、あんたもか、毎回面倒なことだな。死者は今記憶、死者は記憶を失う。いつもの説明をするとしよう。そうかい、俺は死んじまったんだな。そいつは気がつかなかったよ。だからあんたは今何も思い出すことができない。いいんじゃないか別に。え、俺は散らかった部屋が嫌いだ。でも掃除はもっと嫌いでね。記憶がない、ありがたいよ。ゴミを捨てる手間が省ける。記憶をゴミ扱いか。死んだら記憶は必要ない。そして必要ないものはゴミだよ。私にとってはそうではない。あんたの記憶が必要だ。それに凛音刑事との約束がある。あんたの処刑を止める。凛音だと、どうやら捨て忘れたゴミが残っていたみたいで。お、凛音の記憶があるのかお前。おお出てきたな。思い出しちまったよ。凛音、ジョード、そして処刑か。それで君は何者なのかな。私はシセル、あんたの言うゴミ、記憶を探していると。うん、シセル、覚えはないか。あんたは私を知っているはずなのだが。悪いな、俺にとっては大したゴミじゃなかったらしい。ひどい悪いようだな。まあいい、記憶を取り戻せばわかる。とにかく付き合ってもらおうか。あんたの処刑の4分前へ。はい、どんな感じだったんだろうね。死より4分前、独房エリア。ここが4分前の世界。そうだ、これからあんたは自分の処刑をもう一度目撃する。そして私たちでその運命を変える。その前に一ついいか、凛音から聞いているな、この俺が何をしたか。ああ聞いている。そんな俺を助ける、そいつは正しいことだと思うかい。さあ私にはわからない、だが凛音はそう信じている。それでは始めようか。ああなんか普通飯食ってたんね、最後の晩餐みたいなやつで。相変わらずこいつはロックンロールしてて荒ぶってるわけだ。はいはいはい、詰まったぞ。配置についた。ほんでこいつは食い終わったわけだな。うん、うまかったと。ん？何を発見した？はあ、トイレに流した。
ついにこの時が来てしまいましたね。何年ぶりだろうな。前回はお前はまだいなかったな。まさか自分が処刑に立ち会うことになるなんて。それにしてもなぜ法務大臣は急に執行指令書にサインを。どう考えても不自然ですよ。やめろ、仕事に集中するんだ。ははい。D99 号、時間だ。出ろ。ああ、ご苦労様。悪いな、嫌なことに付き合わせちまってさ。そんな。まあ、何事も経験だよ。君も俺もな。おう、これで電気椅子に連れてこられたわけだ。ではテストに入る。始め。あ、テストで死んだの？え？これが処刑というものならば、もっと安全なやり方を考えた方がいいと思うが。あはははは、記憶をなくすのも悪くないな。そりゃそうだな。世の中が面白く見えそうだ。君が羨ましいな。笑い飛ばされた。今のは失敗例だよ。目的は果たしているが、ね。失敗？長いこと処刑は執行されていなかったからな。久しぶりに引っ張り出してきてショートしたみたいだ。つまりあの爆発を止めればいいということか。そいつはどうだろうね。その場合俺は無事処刑されてやっぱり死ぬんじゃないか。じゃあどうすればいい。さあな。君が助けに来たんだろ。君が考えるべきだろう。やりにくいな、どうもにも。どうすんだろうね。はーて、どうしますかな。さて、これから4分後。この電気椅子はショートして爆発。あんたは死ぬ。お気の毒だな。お前のことだよ。その爆発を阻止した場合、あんたは処刑されてやっぱり死ぬ。生まれてきてごめんな。刑事氏を爆発から守り、処刑をも阻止する方法か。鍵を握っているのはあの椅子だな。手間を取らせて悪いな。その心のこもらないコメントはやめてくれ。あははははんで、花瓶。でもここをとりあえず行くしかないな。いかがですか、そちらは。先ほど椅子の設置は完了。準備ができました。そうなのですか。そろそろ時間です。囚人の連行をお願いします。しかしその椅子は、長い間使われていません。もしかしたら。ねえ、班長。今さらどうにもなりませんよ。もう時は来てしまった。わかりました。今、監視を独房に向かわせます。配置についたら連絡させるのでよろしくお願いします。まあ移動しようか。はあ、あーなんだろう、この熱い胸騒ぎは。ねえ君、どう思いますか。なんか本館さっきから落ち着かないのですよ。そう、今にも踊り出しそうな気分なのです。踊るときは言ってください。ビデオをセットしますから。ああ、誰も本館の胸騒ぎを聞いてくれない。胸騒ぎか、心配事だろうか。彼はいつでも何か心配しているんだ。しかしその心配も当たるんだよな、必ず。ねえ聞いてください、あの椅子は危険なのですよ。知ってますよ、先輩も座らない方がいいっすよ。そりゃそうだろ。そうではなくて、電気製品は埃にとても弱いのですよ。もしレバーを倒した時ショートでも起こしたら、処刑室は大爆発を起こすかもしれません。ああ、その通りやな。まさか大丈夫っしょ。万が一爆発してもここにいれば安全っすから。そうだ、これからひとっ走りテストをしてきませんか。いやっす、爆発したいならお一人でどうぞ。爆発してもここにいれば安全か。確かにな。どうした、顔つきが変わったぞ。処刑室のレバーを倒せば椅子は爆発するわけだ。そういうことだね。爆発が起これば処刑はできないわけだ。それはそうだろうね。そうして爆発が起こった時、処刑室に誰もいなければ死ぬ者はいないわけだ。
その通りだ。いいところに気づくんだな。さすがシセル君だ。これで方針は見えたような気がするな。まあ誰もいない時に何かやれと言ってるんだけど、まあ、とりあえず電話で。そうか、電話使えないか。これでも移動しようがなくない？これどうすんだ。あ、これか。はい、誰もいないところであの椅子をショートさせる。その方針は見えた。しかし過去の世界では電話を自由には使えない。この連中見た感じ呆然としているし、電話を使いそうには見えないな。やれやれ、もう一度やり直すべきか。え、初めからか。さて、ここでだ。こっちが電話してるんだけど、これ電話して移動しちゃまずいよな。これまた同じことは、これ飛ばして、はい、やめておいて、はい、でここでどうすんのこれ。さっきの部屋も行っても意味ないよね、この処刑室を。あ、電話かかってきた。なんか来た、来たぞ。はい、これで電話に行こう。今配信に着いた。これから囚人を連行してそちらに向かう。了解。どうすっかな、移動してみるか。誰もいないって言ってるから、あそこに運ばないようにしなきゃいけないんだよな。で、はい、これで処刑室から脱出できたようだ。よかったな、あそこは息が詰まるから。そういうことではないのだが、それでこれからどうするんだ。処刑を中止させて、かつあんたの命も助ける。一つだけその方針が見えるような気がする。ほう、そいつは興味深いな。その場所へ向かおう、なるべく早く。どこ行く。くそ、完全に詰まっちまいやがった。あのでかいのが捕まったら俺の計画もパーだぜ。流れろこのクソめ。彼が流したいのはどうやら丸めた紙のようだが、ああところでもう君も気づいていると思うが、この青年と下の独房のでかいのは手を組んでいる。こいつね。でかいの、でかいのし、トンネルを掘っているようだが、脱獄ってやつだ。若いよな二人とも。まあこのまま掘っても鉄の壁があるだけだが、無残だ。二人はトイレを使って通信しているわけだな。ギターの彼は監視の動きを流している。丸の印は安全、罰なら危険。はあはあ、確かに丸を見ると彼は トンネルを掘りに降りる。うんうん、何かのヒントになるかもしれない。よし、俺のグルーヴがパイプの詰まりをロッケンロール。届けよ俺のメッセージ、ウィンナー君へと。行けーっつって。これで映れない、ここ。ああ、なるほど。で、バツ、危ないよと。はい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 。この過去へ来る前、今から4分後の世界ではウィンナー氏はトンネルの中で気絶。そうだね、気絶していたか。処刑に気づかず穴を掘り続けていたんだろうな。看守もそれに気づかなかったわけか。そののんきな彼のささやかな運命が今少し変わったようだな。運命更新来た。ほんでなあシセル君、言うまでもないと思うが時が迫っている。処刑か、そろそろ方針が見えてないと辛いな。それならば私に見えているつもりだ。おお、そいつは頼もしいな。ただそこへ通じる道がまだ見えていない。なんかすまないな、俺なんかのために。どう見てもすまないという顔ではないが。あんで、ちょっと待てな。まあこれできんのにベル鳴らすぐらいしかないけど。こいつ起こして。
え、なんかあるこれ。あれ詰まった。ちょっと待って、なんかこいつ使える？よし、これで移動できて。いけない、くそ。よし、これでこっち来て、んでこれ非常スイッチつけるか。はい。おや、今は佐藤じゃ、え、マジか。処刑中はお静かにということじゃないかな。この刑事さんちょっとクールすぎるな。生前は熱い男でおなじみだったんだけどね。これは使えないのか。じゃあこっちに行って、トイレ、写真立て、ナプキン、ボトル、まあ、とりあえずまずはこれ開いてみようか。開けるもん。はい。開いたけど、それにしてもよく食べる男だな。刑事はギリギリの瀬戸際で食うべし。これは俺の言葉だ。しっかり守っている後輩がいるようだな。それでシセル君どうなんだい。この鉄格子がある限り逃げることはできない。この独房で処刑を止めることができるのかい。おそらく難しいだろうな。私は今道を探している。その手がかりがここにはあるかもしれない。道ね。ナプキン、ボトル、踏み箱、開く。丸だけついたわ。なんだ今、大きな缶がすっ飛ばされたようだが。ああ、あれは俺のケチャップだな。ケチャップ。俺はこう見えてケチャップに目がなくてな。きっと俺の体にはケチャップが流れてるぜ。なぜか微妙に笑えないな。なんか丸のスタンプみたいになったな。確かにそうなんだよ。さっき丸の印はさ、なんとかっていうあれだったけどな。ちょっと待って、これ調べてみる。はい。あ、これあれか、一緒か。あんたの記事だっつってる。私は文字を失って読むことはできないのだが、奥さんを殺害か。ああ、で黒板また空白、何も書いていないか。記憶も明日も空白だよ。この男何を考えているのか見えないな。んで、もうあと行くとこっつったら、どうやって道行くんだこれ。はあ、もう一回閉じて、トイレ行って、道がないな。これどうにか開けたいのよ。電話するか。電話で移動するか。内線できない。あー、できないか。じゃあこの状況でどうやって移動するかやな。やっぱこっちか。使えない以上、どうすんだ。ナプキンは何なんだろう。あ、はあ、だから何だったんだ。はあ、あ、なんか発見した。ゴミ箱も腹いっぱいか。ああ、これで流れて、よし、こいつんとこ来て、またこいつがトイレでなんかやってくんないと、これ移動できないんだよな。早い、行け。早い、行け。はい、はあ、でお迎えが来たようだ。まずいな、まだ道が見えていない。俺にはかなり見えてきたけどな、処刑台への道が。どうする。鳴らそう。これを鳴らすぐらいしかない。おや、ウィンナー氏、穴を掘りに行かないようだ。それはそうだろうな。彼が掘りに行くのは丸が書かれた時だけだ。そういうことか。やばいぞ。わかんない。これどうするんだろう。
やり直しだな。ちょっと待って、丸が書かれた時だけだから。やばい、終わった。出ろ、時間だ。ああ、ご苦労様。悪いな、嫌なことに付き合わせちまって。まあ何事も経験だよと。ちょっと待って、やり直しだな。はあ、これダメだよね。まあちょっと見てみるか、ダメなとこまで。一回もう一回見ようか。はい、ポコーンだな。まあこれで失敗になるわけだ。ちょっと待って、考えないとな。カレー好きの協力が、やっぱあいつを協力しなきゃダメなんだな。彼を動かすには何が必要なのだろうか。で、丸でしょ、あの印が必要だから。ということで、起こして、あのスプーンに行きたいんだよ。よし、これで移動して、ここなんだよな、ここで。あ、わかったわかったわかった、あいつさ、わかったわかった。このナプキンをさ、なんであれやってんだろうなと思って、ナプキンが来た瞬間にこのハンコをつけなきゃいけないんだ、この丸印でね。こいつ待ってればさ、ナプキンをあそこに置くから、これでケチャップで丸印をつけて、あいつに掘りに行かせなきゃいけないんだよ、これ。ここ、ここ、来るよね。これ。ここ、これ。これでいいんだよ。これで来たんじゃね？で、これでゴミ箱いっぱいだから、流して、あの、ウィンナー君のとこ行くよね。ゴミ箱も腹いっぱいか。OK。これで、待って、これで行って流れてくよね。よし、これできた。いいのか、あんなの流しちまって。仕方ないだろ、ゴミ箱がいっぱいだった。言っておいたはずだ、俺は掃除が嫌いだと言っておいたから。何なのだ。確かに。で、これで流れてくるんだよな。で、これでキュッ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 して、あいつが確認するやろ。で、これで丸印を見るわけだ。ああ、行くんだなと。で、掘りに行くわけだよ。おお、ウィンナー君嬉しそうだな。丸の紙が流れてきたから、トンネルを掘りに行くか。待っていたチャンスが来たかもしれないな。で、こいつがトンネル掘りに行くから、で、こっからどうすんだろうなっていう話よな。こいつが掘りに行ったところでどうすんだろうな。ここからよ、ここからどうすんだろう。こっからが分からんのよな。あいつはどう助けるんだろう、これで掘り行ったところで。今ほんの一瞬道が見えていたような気がしたのだが、確かに銀色の道がね、どうやら見逃したのは大事なタイミングを。この先に答えがあるはずだ。処刑を小さくて影絵児童も助ける答えが、どういうこと。ちょっと待って、どういうことだろうな。何をすればいいんだろう。これもう一回やるね、同じこと。多分
あそこまで行けるんだけど。起こして、起きろ。で、こいつのスプーンに移って。これでいいよ、こっち移動して、はい、でこいつのナプキンを待って、オッケー、ここでつけて、はい、で流して、はい、で丸のサインが来ましたと。こっからどうすんだろう。はい、で引き上げるよね。でこいつが丸を見る。で、ここで入ってくる。こっからどうすんだろうな。あ、一緒に入ってきた。ちょっと待って、俺一緒にスプーンで入ってってしまったわ。これでいいのか。どうやらやっと道が繋がったようだな。これでいいのか。処刑を中止させてあんたの命も助かる。たった一本の道が。ほう、そいつはすごいな。俺に見えるのは真っ暗で行き止まりのトンネルだよ。さあ、もう時間がない。最後の仕上げと行こうか。どうすんだこれ。で、こいつ気絶するよな。あ、で、これか。配電装置。こいつをなんか切ればいいのか。そういうことじゃない。これか、これで今やればいいのか。はい、これでもうぶっ壊してできませんよってやるのか。なるほどね。なんだ、何が起こったんだ。施設内の電源が全てシャットダウンしました。バカな、シャットダウンということは独房の鉄格子が全て開いてしまうんだぞ。クソ、内線も通じない、非常事態です。これで処刑はできない。あんたの命も助かった。よし、更新完了。君もなかなか無茶をするな。とても面白かったよ、勉強させてもらった。何の勉強だ。ところでさっきの監視の言葉だが、独房の鉄格子が開いてしまうと言っていたようだが、ああ実はそうなんだ。困ったことだが、全施設が停電になると囚人の安全のためのロックが外れるのさ。まさか実際に起こるとは誰も考えていなかっただろうが。つまり逃げるなら今ということか。とにかくすぐ現在に戻るとしよう。なんとか処刑は免れたものの、あんたはまだ安全とは言えない状況だからな。ああそうだ、一つ言っておこうかな。なんだ。現在に戻ったらスプーンを目指すといい。スプーン、どういうことだ。戻ればわかるよシセル君。スプーンを目指すといい。スプーンに取り付いとけってことか。まあいいでしょう。処刑の執行は不可能。ひとまずジョード刑事の、死は回避されて、ここに新しい現在が生まれた。しかし当然ながら処刑の運命はまだ回避されたわけではない。死刑囚を救い出す、どうやらまだ私の任務は終わらないようだ。
はい、ということでね、新しいイラストと今回のショー終わったかな。でちょうど運命の囚われ人、いいね BGM。 はい、ということでね、無事にね、今回はね、とりあえずちょうど刑事の最初のね処刑を免れたということでね、ここまでにしたいかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。